day moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。1月30日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 技能湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。最近ね、王子ね、トイレ近いんだよね。何回もね、日に行くことが多くなって、ただ寒いだけかなと思ってるんですけど、なんだろうね、体の調子がもしかしたら悪いのかな、ということで、トイレの回数が多くなった滑り王子マスクマンでございます。はい、気がついたらもう1月も最後の週ということでね、2月はね FM ギノワンが工事が始まるんですけれどもね、まあこちらはねリモートの放送ということでね、まあちょっと他の番組とは違ったスタイルでお届けできるかなとちょっとワクワクしてます。ミシンコミスキーと、はい、また工事に伴う放送のことについてはこの後また詳しくお話しするんですけども、いや話は変わりまして、最近ですね、私鼻がムズムズするんですよ。おう、もう通常ですともう2月入ってどうでしょう、中旬ぐらいからなるんですけど、いや今年早いなと、あれが来たなと、うん、あれが来ましたね。来て天気予報とかでも花粉飛散情報とか出てないんですよね。うんうん、これね来てますあ来てますね、来てます。いやまだだって花粉飛んでないって言ってたよ。来てますと思ってるダンサーズでございます。はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは甘い。今夜のテーマは甘いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーはお菓子ランド代表那代勲さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーは2月6日の放送と配信についてお話しします。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。びっくりした、うん、あのね、メールご紹介する前にですね、はい、FMJG 新一さんからもですね、はい、今日お三人さん、あのタータンですかってチェック柄、そうチェックなんですよ、でね、うん、たまたまそうだね、たまたま、ね、今見たら、うん、私王子の服知らなくて、うん、そのまま来てびっくりでした、うん、いやいや僕ね言われてですね、ちょっとこう、あ、うん、横見たら言われてみれば、言われてみれば、うんうん、っていう感じですね、たまたま偶然ですね、そうですね、はい、なんかあったんですか、その服でしたけど、うん、え、いや別にないですよ、今日ずっとこれ着てましたから、何にも考えずにこれになっちゃった、うん、であとね、はい、今日 そのオープニングでね、はい、まあ、王子が甘いという今日のテーマをねご紹介しましたけども、はいはい、その後ねみそちゃんがね、うん、今夜のテーマっていう時に甘いがね、うん、なんか今日ね、なんていうのちょっとこう、あのオイルケチックな感じがしましたね今日、あれそう、うん、うん、なんか考えすぎだよ、いや、私あの何でしたっけ、あのお笑い芸人の方もあったじゃないですか、甘いってやつ、はいはい、なんかあれにかぶったらちょっとまずいかなと思いながら話してたらそんな感じだった、うん、なんかね、あ、今日ちょっと違うなっていうパターンが違う、迷いながら、ね、うん、話したからそんな感じになったのかな、うんうん、なんか良かったですね、そうなの、はい、あんつぼさんが花粉症じゃ、花粉症って言ってるのに対して高本さんがギャフン症ってなってて、ギャフンと言わせてやるぜって、おう、どういうことだろう、ギャン、そういうことだね、え、もっと気の利いたコメントを、え、王子してくれるかと思ったのに、いや、これ以上どうやって突っ込もうかなと思ってあの沖縄大好きさん、こんばん名古屋、絶賛調子悪いっすって大丈夫ですか、体調、ねえ、何か風邪かな、気をつけてくださいね、うん、やっぱりそうですね、はい、ね、うん、お大事にしてください、大事にしてください、はい、王子もちょっと喉がイガイガしています、あら、うん、うん、あ、このね、はい、メールご紹介しますけどもね、はい、ヤンポーさんなんですけども、はい、まあ、とっても気の利いたね、はい、このメールをいただきましてね、すべ、はい、ての漢字にね、あの振り仮名が振ってありますあ、そうそう、先週ね、うん、あの漢字が読めないっていうところからね、うん、そう、やっぱり読み仮名をね、うん、みんながね、そうだね、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ読めますね、はい、はい、メールですね、はい、はい、ヤンポーさんからです、はい、こんばんは、して、はい、こんばんは、した、甘いのは俺には無理ですけど、真冬の縁側で野良猫ちゃんとくつろぎながら食べる雪見大福は格別ですよ、アイスは寒い時に食べるに限る、うん、
ギャラクシースマートフォンから送信ってことでございますけど、野良猫ちゃんと食べるってことは野良猫ちゃんも食べるってこと、アイスを。そういうことでしょうね、多分ちょっと舐めさせてあげるんじゃないの。ああ、うん、ねえ、ね、まあ、でも雪見大福ね、うん、お好きな方の多いですよ、ね、あ、うん、でも最近食べてないな。なんか抹茶味が出たりしましたよね。あ、そうなの。うん、私ですね、雪見大福っていうと某ホテルの置き忘れ、あ、ありましたね。あの某ホテルでですね、うん、冷蔵庫なんですけど、なぜ、うん、か知らないですけども、うん、まあ、冷蔵庫開けたら、うん、雪見大福が入ってたっていう。まあ、多分ね、これはホテルのサービスではなく、うん、まあまあ前の方のお泊まりした方の忘れ物かなっていう。それはもしかしたら食べかけ。いや、未開封。未開封なんですけど、でもねえ、なんかホテルのサービスでもないですし、うん、はい、あらーと思って、うん、でというようなことがありましたね、はい、食べませんでしたけど、ね、怖くて。そうだよね、はい、怖くなっちゃうよね、うん、はい、ということで、はい、はい、この後は電話ゲスト、はい、お菓子ランドさん登場です。はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は一人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、宜野湾市にありますお菓子ランドの代表、那代勲さんです。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。大丈夫でしょうか。あ、はい、お菓子ランドです。はい、ではですね、まず自己紹介の方をお願いしてもよろしかったですか。はい、沖縄県宜野湾市益城にお店を構えるお菓子ランドの代表、那代勲と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実は私那代さんにまずはお詫びをしなきゃいけないことがありまして、はい、2度お邪魔したんですけども、2度ともですね、はい、ノーアポで行ったというそうですね、はい、1回目はお邪魔して、どなたもいらっしゃらなかったということと、はい、で2回目はもうノーアポでお邪魔したんですけども、はい、ものすっごく忙しい時期でいい。そうですね、はい、もうそうですね、はい、もうクリスマス真っ只中、はい、来ていただいて嬉しかったんですけど、はい、はい、なかなか忙しい時期に来られて、はい、ちょっと複雑な心境ですけど複雑な心境、はい、本当は来ていただいて、はい、嬉しかったんですけど、はい、それ以上に仕事に追われてまして、はい、なんとも申し訳ございませんでした。
いいいいいい、そうですよね、もうクリスマスですからね。そうですね。はい、一応一人で作ってれるもんなんで、はい、はい、なかなか追われてましたね。失礼いたしました。いい、今度お邪魔するときはですね、必ず、手土産とはい、ちゃんとアポを取って、そしてですね、はい、隣にいる味噌煮込み好きを土下座させて、いやいや土下座はいらんやろ。はい、まあ本当にもう大変失礼いたしました。まず、ね、いいありがとうございます。ありがとうございます。まずですね、お菓子ランドさんの、まあ、販売されているものはお菓子ということなんですけども、お菓子の中でもどういった特徴のあるものをご販売されてますか？はい、お菓子ランドは全商品米粉で作っております。で、はい、あとアレルギーをお持ちのお子さんとか大人の方向けに、はい、そのアレルギーの原因物質を聞きながら、はい、まあ、その方に合ったケーキを提供してるって感じですね。はあ、やはり私もこう、すいません、そのアレルギーっていうことはよく存じてはいるつもりなんですが、やはり例えば小麦粉などのアレルギー体質の方というのは一定数いらっしゃるんでしょうか？そうですね、オープン当初お菓子ランドは、はい、小麦粉のクッキー種がメインだったんですよ。はい、でそれで、その対比的な感じで米粉のアンスティックっていうものを出していたら、はい、そちらの米粉の方が結構お客さん受けしたんですよ。あ、はい、でその中で米粉が、米粉を出している時に、はい、その米粉を求めている方がどんどん増えていって、はい、でその中にやっぱり小麦粉アレルギーで、うん、ケーキが食べられなかったっていう方が思った以上に多かったっていうところから、はい、まあ、今は、はい、米粉のみだけで作るで一応お客さんが増えてきてる感じですね。あ、そうなんですね。そうするとその米粉で作っているお菓子っていうことで、はい、広がったと、まあ、そうですね、まあ、口コミのように広がったと。そうですね、やっぱりこのアレルギーの方たちって、はい、なかなかそういう専門で扱っているお菓子屋さんが少ないみたいで、はい、はい、それで結構遠くからこのお菓子ランドを見つけて来られるっていうことが結構多いですね。はい、あ、そうなんですね。いや、私もですね、そのアレルギーというのは聞いてはいるんですけども、やはりその小麦粉でかなり重いアレルギーの方もいらっしゃるんですか？そうですね、やっぱりアレルゲンは命に関わるものなので、うん、本当に少し食べただけでも発作だったり吐き気とか、うん、そういう病気的な症状を起こしてしまうので、なかなか、はい、単純に怖いものではありますね。ああ、そうなんですね。いや、私そこのね、アレルギーっていうのが、まあ、私花粉アレルギーではいるんですけども、小麦アレルギーではないので、はいはい、その小麦粉のことについてですね、とてもですね、はい、詳しいものがいますので、はい、変わります。はい、お願いします。はい、突然お邪魔して、申し訳なかったんですけれども、味噌煮込み式でございます。あ、はい、その説は申し訳ありませんでした。いいえ、ありがとうございます。またちょっと忙しい中ね、お邪魔して、お菓子を購入させていただいたんですけれども、はい、実際に焼き菓子をいただいたりとかしたんですけれども、はい、すごく米粉っていうとどうしてもこうやっぱりなんでしょうね、その小麦粉で作ってあるものよりもっていうところが私の中のイメージではあったんですけれども、はい、でも実際にお菓子ランドさんのね、お菓子いただいて、あ、はい、米粉でもここまですごく洋菓子で美味しくなるんだなっていうのをちょっと感じました。そうですね、一応小麦粉に含まれるグルテンっていうものが、うん、皆さんが食べているパンとかに含まれていて、はい、でそのものがこうふっくらさせたりする要素なんですよ。ただ米粉にはそれが含まれてないの で、ね、このふっくらさせるっていうことがなかなか難しいんですよね。でそれをやはり小麦粉と同じレベルで一応米粉を使った美味しさで
提供できるように最近、はい、やっとなってきたかなって感じですね。そうなんですね。その食べてみて実際にそのあ米粉でこんなに美味しくなるんだなっていうのと、あとやはり使っているものが結構お砂糖もきび砂糖であったりとかきな粉であったりとか、ちょっとそのあたりもこだわりがありますよね、はい、そうですね。やっぱりはい、なかなかアレルゲンっていろんな要素があるので、うん、その砂糖もそうですし乳とかもそうですし、うん、っていうところで、最初はアレルギーのお子さんを対象にしていたところが、はい、近頃は一応この糖尿病予備群の方たち、うん、この食事制限されている方たちにも一応こうちょっと好まれるように なりまして、うん、そういう方たちにも、こう要望に応えてお作りするところが一応お客さんに、うん、はい、気に入ってもらえている要素なのかなと思います。なるほど、そうですね。いろいろおいしいお菓子とか洋菓子ってあるんですけれども、やはり素材にこだわってるってところがなんかとっても素敵だなって思います。ありがとうございます。で、そうアレルギーの話で思ったんですけれども、もしかして卵とか乳のアレルギーの方にっていうのはどうなんでしょうか。はい、アレルゲンはみんなそれぞれ違って、うん、そのもちろん卵、小麦粉あるんですけど、そのグラニューとか牛乳とか、はい、そういうのも、はい、結構複雑に多いですね。卵アレルギーの方も食べれるお菓子なんかあったりしますか。はい、お菓子ランドの焼き菓子は、はい、ほぼほぼ卵を使わず、作っている商品が多くて、で最近は、ケーキを求める方が増えてきたので、はい、まあ、少しずつ卵を使わないケーキも一応少しずつ提供できるようにはなってきましたね、うん、そうなんですね。なんかいろいろこう工夫されてね、はい、らっしゃるな、研究されてらっしゃるなっていうのを感じます。そうですね、やっぱり使えないので、うん、本来卵を使ってふっくらさせればいいケーキをその使わずに同じレベルで出すっていうところが、うん、やはりいろんな、まあ、代替の材料を使って、うん、まあ、本当に研究しながら出してるっていう感じですね。はい、いやなんかそこまでこだわってそのね追求されてるんで、本当になんかその小麦粉を使わないお菓子ってっていうところがあったんですけれども、実際には、はい、ね、もう全然米粉でも本当にね、洋菓子を感じる美味しさになってるところに驚きました。はい、ありがとうございます。ヤン吉さんがですねツイキャスで、グルテンフリーは人気ですということでね、そうですね、いただいております。あと、はい、沖縄大好きさんがインスタでもよく見てますが、アレルギー持ってる人たちにとってもありがたいですねって。ありがとうございます。あとですね、リスナーさんでいろいろ意見いただいてまして、はい、ヤンポーさんもインスタでお菓子ランドさんのよく見てますということで、ありがとうございます。ツイキャスいただいております。せっかくですので、お店の説明っていうかね、その気になってお買いに行きたいなとか思ってらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、住所とか連絡先を教えていただけたらと思います。営業日とか営業時間もお願いいたします。はい、お菓子ランドの場所は、沖縄県宜野湾市益城3丁目 8-15、はい、電話番号が 098-960-8910 ですね、はいはい、でオープン時間が11時から、はい、でお店が閉まるのがだいたい7時ぐらいですね。はい、で、はい、お休みが一応不定休になっておりますので、はい、事前に、電話連絡とかをしていただくと、はい、まあ、確実に、そうですね、ちょっとはね、私たちいきなり行ってしまってね、お休みというかね、ちょっと、たまたまお買い物かなんかされてた時だったかなんかでね、いらっしゃらなかったのでね、はい、事前に連絡していただけるとと、はい、いうことですね。はい、そうなんですよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、もう一人ですね、実はですね、キユ名古屋もう一人ちょっとね、いますので、那城さん、はい、ちょっとよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、滑り王子と言います。はじめまして。はじめまして。
はじめまして。私いつもですね、きちっとしたお話をね、してないとはありますけども、今日はですね、ナシロさんにね、いろんなことをちょっとお伺いしたいなと思いまして、今のその、ナシロさんがお作りになっているお菓子ですねとかケーキは、はい、そのやっぱりその病院とかその、保育園とか幼稚園とかにもそういう提供されてるんですか？そうですね、保育園とか、まあ、幼稚園とかそういうアレルギーをお持ちのお子さんも食べられる商品を一応求められることが、はい、多くなってきたところからその通常の、お客様にも提供できるようになってきたっていう感じですかね。やっぱりそうですね、お子さんなんかだとね、お母様たちがね心配されてね安心安全なね、食べ物が欲しいなっていうことになりましたね、なることが多いと思いますので、はい、あとはですね、はい、よく言うその県外の方にもね、こう食べていただきたいなという時にはその通信販売、はい、うん、なんかでもそういうふうに提供される時はあるんでしょうか？一応そのホームページとかっていうものは持ってはいないんですけど、はい、一応このインスタから、DM でやり取りした際に、この住所を聞いて配達配送するっていう形は何回かやったことありますね。はい、やっぱり県外の方もね、こういろいろインスタなんか見られてね、食べたいなって方が、ね、いらっしゃると思いますんで、はい、今日はですね、やっぱり、はい、はい、うん、皆さん聞いててね、リスナーの方よくわかると思いますけども、ちゃんと王子真面目な話してますよ。おだまり本当はですね、ちょっとね、いつも路線がね、変わると言われてね、はい、全然違うと、はい、ことをお話しするんですけど、まあ、本来だったらね、はい、もうそのね、こう甘いスイーツをですね、王子にね、はい、振りかけてほしいぐらいな感じですよ。おだまり、うん、おだまり、それでね、沖縄のね、綺麗なね、女性方がね、ちょっと引きつけたいなみたいな、そういうトークをいつもしてますので、今日は真面目な話してますからね。そうですね。あ、これがうん、テーマの爪が甘いっていう話なんですかね。あ、爪が甘い。これでね、深く掘り下げるとね、とんでもないことになりますので、で程よいところでね、ゲストの方がいらっしゃるときはね、はい、抑えたいなと思ってますので、はい、いやー、ナシロさんお上手ですね。その爪甘いのその通りですね。これ以上王子お話できないよそれ言われちゃうぞではですね、最後に連絡先をね、もう一度ご紹介したいと思います。沖縄県宜野湾市益城3丁目 8-15、 お電話番号が 098-960-8910 ですね。はい、はい、また問い合わせていただけたらと思います。あとインスタの方がいろいろ情報が、最新情報が分かるかと思いますので、インスタでもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、インスタグラムの方はお菓子ランドさんで検索すれば出てきますでしょうか？はい、大丈夫です。 ありがとうございます。ぜひですね、インスタグラムで、お菓子ランドと、うん、検索していただければ、素敵なお顔も見れると思いますのですいません、ドアップの写真で申し訳ございませんでした。そうなんですよ、もうインスタで反響がすごくて、そうですよね、はい、私も見てて すごく反応があったなと思いましたのでありがとうございますありがとうございます。今度ですね、またお邪魔するときはですね、必ずアポを取り、本当ですね、そうですね、はい、お邪魔したいなと思っております。ね、気になる方はですね、またね、ちょっと購入されたいって思う方はまたね、連絡していただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナッシュさん、お時間となりました。はい、はい、またね、ぜひお邪魔しまして、この今度まあ、滑り王子は多分行くとまたとんでもないことになると思いますのでもしお邪魔してもですね、外に立たせておきますので、ね、そうですね、はい、そうですね、はい、甘いのだけ振りかけていただいてはい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、本日は、お菓子ランド代表ナシロイサオさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、失礼します。シロさん素晴らしかったですね、うん、沖縄大好きさん、王子甘いと思いきや苦味が、ああの甘くて苦いって美味しいよねFMJ 自身さん、突っ込まれる王子笑いって、あれ どこからあれあの爪が甘いって、あれそんな話あった？まあ、でも私もナシロさんのお話聞いてたんですけども、はい、そのアレルギーに対応し、うん、その都合その都度その、うん、その人に合ったお菓子を作ってるっていうところ、うん、その姿勢が僕すごく感銘を受けました、うん、だから ね、うん、ね聞いててもこう日々研究されてね、うん、こう新しいもの でその、皆さん食べれるようにっていう風にね、うん、提供されてるなっていうの、そうなんですよ、うん、でも実際に食べてみて思うんですけど、やっぱりその小麦粉じゃないっていうとどうしてもね、米粉ってやっぱりこう味わいが小麦粉に近づけるって結構難しいんですよ、うん、でも食べたんですけど本当に美味しかったです、うん、あとですね、これはごめんなさい、聞いた話っていうだけで確証はないかもしれないんですけど、はい、米粉で作ってるお菓子があって、その横で小麦粉で作ってるお菓子っていうようなものが作れないというふうに聞いたことあるんですよね。だからあれですよね、結局今は米粉のお菓子を売ってますよね、うん、だからそういった混在でもできないので、うんうんうん、できないですね、うん、そうなると本当そういった なんていうんですか、工夫っていうんですか、そうですね、もう必要だっていうことなので、うんうん、いや本当大変だと思うんですね。そうですね、ね、だから小麦アレルギーの方は本当にね嬉しい、うん、そうだと思いますね、ケーキ屋さんだと思いますよ、やっぱり、うん、その、ね、技術をですね、あれですもんね、小麦粉と米粉のその、ね、こうレベルを同じようにするっていう、そういうね、うん、日々研究されてて、でそこまでの、ね、レベルに持っていってこう商品にされてるっていうね、うん、そこは素晴らしいなと思いましたんで、すごいですね、はい、うん、でも本当にあれなんですよね、砂糖もきび砂糖を使ったりとか、うんうん、本当に私が食べたやつきな粉も入ってたんですけど、うん、本当に味がね、本当素材の味っていうんですかね、うん、美味しかったんですよ、うん、本当に、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、じゃあメールお願いします、はい、はい、メールご紹介しますね、王子ナンサンさん、みそ煮込みすきーさん、こんばんは、ジョージさんからですね、ありがとうございます、ありがとうございます、毎年この時期我が家の嫁と娘は高島屋でやっているアムールデュショコラに夢中で、家中チョコだらけになります。これってバレンタインデーの企画かなんかではあるのかな、そのチョコレート店っていうのかな、うん、そうですね、うん、何でしょうかね、デパートの企画ですよね、うんうんうん、いろんなチョコレートが集まってくるっていう、そうですね、年、取ったせいか私も最近は甘いものが好きになりつつありますので、これはこれでいいのですが体重増加気になりますね。さすがに若い頃みたいにニキビは出てきてませんが、ということでございます。なら吹き出物が出てるかもしれないですね。まあそうですね、はい、あでもね、こうあんまりね、王子でそのこだわってないので、そのチョコレートがね、うん、いいとか悪いとか、そのね高級なのとかってあまりわからないんですけど、そうです、あなたその前甘いもの苦手じゃなかったですか？はい、うん、だからテレビのニュースなんかでね、うん、こうやっぱりこうデパートなんかでこう、うん、やってるよっていうのをね見るんですけど、はい、全然興味が湧かないですからね。当時バレンタインチョコもらったらどうするの？ですね、机にしまい込んで、はい、うん、忘れた頃に、あ、これいただいたんだっていう、そんなレベルですね。もう王子にバレンタインはというよりかですね、うん、これをですね、王子の宮殿に持ってて見せびらかすことができないっていう。あれなんでいいじゃないですか、宮殿に持って帰って王女様に食べていただいた。いやいや、これは誰からもらったのってその追求に合うの、これは誰からもらったのみたいなね。あら、そこがちょっと、ドキドキしちゃうとこです
だからね、あの表に出せないっていう。そうなんだ、こんな、ね、高級なチョコレートとかね、おしゃれなチョコレートとかね、うん、ハートのチョコレートもらって、うん、これ誰からもらったのみたいなね、それがもう非常にちょっとこうドキドキするところだ。若干ございますんで、宮殿で裁判にかけられるっていうね。そうだから、あんまり表に出すことはできませんそこが問題ですから大変ですね。はい、ありがとうございます。メールいきますね、はい、王子みそさん、ダーサーズさん、こんばんは。こんばんは、あんつばです。ありがとうございま す。テーマ、甘い甘いもの好きの自分、コーヒーはブラックが飲めなくてスティックシュガーを4つ頼むと、えって感じで 見られるんですね、うん、ただご飯は甘いのは嫌いで、卵焼きに砂糖を入れるなんてありえないですね。ちなみに自分は砂糖の原料のサトウキビを栽培してて、平日はサトウキビを絞って発酵したラム酒を作ってますが、王子、ラム酒は甘いって思ってません？糖分がアルコールになるんで甘さはなくて風味で甘く感じるんですが、安いラム酒だと添加物で色付けや甘くしたりしてるんですよっていうことです。ああ、そうなんですね、ね。これってさ、あの、はい、昔のウイスキーボンボンとかさ、はい、なんかそういうこうお酒入ったような、うん、あの今もあるのかな。あ、ありますよ、ウイスキーボンボン。あれでよくね、これ嘘か本当かわからないんですけど、うん、あの飲酒やったらあの捕まるって。あ、うん、あでも捕まりますよ、実際アルコール入ってますから。あんだけちょこっとでもあれなのかな、出ちゃうってことなのかな。出ますね、今厳しいから、うん、あのアルコール結構強いですよ、あれ結構。なんか昔ね、よくどこでもなんか売ってそうな気がしたんですけど、今注意書きがあるじゃないですか。あ、そうなんですか。アルコール含まれてますので、はい、自動車の運転に気をつけてください的なことが書いてありますよ。あ、そうなんですか、うん、あんまりちょっと見なくなっちゃったなと思って、昔はよく見たような気がしたんですけど、うん、いや売ってはいます。あ、売っています、うん、売ってるんだけど、はい、やっぱりそうやって注意書きがしっかり書かれてる感じがしますね、うんうん、あ、そういうことですね、うん、はい、はい、うん、ということでですね、はい、コーナー行きましょうか。はい、そうですね、はい、はい、名古屋は栄養コーナーですが、はい、はい、今日はお知らせですね、はい、そうですね、はい、まあ、あの先週と同様なんですけども、まあ、皆様ご存知のようにですね、 FM ギノワンが、スタジオを改修するということで、改修工事に入るんですね、はい、でそのため2月6日の放送が、通常と異なるというお知らせになります、はい、2月6日はですね、配信、ツイキャス配信を生でさせていただこうと思っております、うん、はい、その当日ですよね、当日ですね、はい、はい、名古屋から生配信をいたします。アカウントは FM ギノワンのアカウントは FM ギノワンのアカウントになります、はい、そして今 FM 電波とツイキャスでお楽しみのリスナーさん、はい、こちらに関しては、今夜ですね、収録をいたします。はい、収録放送になります、はい、なので、ツイキャスと FM 波リスラジ、うん、ここはですね別内容となっております、うん、で、ですね、まあ、この FM 波リスラジに関してなんですけども、今夜はですね、我々が選んだ曲を流そうと思っております。で、節々 BGM があるんですけど、全て著作権が入ってるような曲ですので、ツイキャスでは一切流せない、うん、曲なんですよ。そうか、そうですね、はい、これ今夜キユ、はい、名古屋のアカウントで、キユ名古屋のアカウントですね、そうですね、うん、FM ギノワンはね、はい、中地さんのラジオがやってますので、そうですね、はい、キユ名古屋のアカウントですね、こちらで11時10分頃から配信しようと思っております、はい、うん、ただ配信するんですけども、先ほど申し上げましたように曲は一切流れませんので。そうなんですね、はい、ああそっか、うん、だから曲はリアルに電波で聞いた方しか聞けないんだ、はい、うん、はい、なので喋り声しか聞こえないですし、無音も続きますので、うん、ああそうですね、うん、はい、で、うん、まあまあ実際の放送はですね、2月6日のリスラジ FM はこちらでお聞きいただける、あ、そうか、リスラジなら OK なんだ、
そうです ね、そっちは大丈夫です。イスラジは曲が流れてますね。はい、はい、でですね、まあまあ、いろいろ曲を選んだんですけども、はい、うん、やっぱり滑り王子の曲だけが浮きますね。え、際立ちますね。そうなの、うん、そうですか、まあ、皆さんね、うん、何かなっていうふうにね、お考えになってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、聞き覚えがあるなっていう曲だと思いますんで、あのね、この路線で来てってるのになぜこれっていう感じになります。え、なぜこれっていう、いや、これはまあね、まあ、王子ちょっといい感じだなと思って、埼玉の郷さんが大丈夫だよ、うん、中地さんものって、いやいやダメでしょダメでしょ。ね、FM ギノワンはね、中地さんのうちにラジオやりますからね、はい、はい、あの旧名古屋のアカウントで23時10分頃からですね、はい、はい、ですので、あの喋り声しか聞こえなくて曲が流れなくて無音っていう、ちょっとねツイキャスは正直物足りないと思います。物足りないかもですね、うん、はい、あのぜひですね2月6日リアルの電波もしくはリスラジ、リスラジで、ね、こちらでお聞きいただければ、うん、ただツイキャスはね、当日また別内容でやりますからね、全く別内容です、はい、リス聞くか悩んじゃうね、はい、本当ね、まあ、うん、収録放送になって、まあ、ゲフンギノワの改修工事ということで、うん、はい、まあ、1週間ぐらいこの男と会わないかなと思ったんですけども、うん、会うんですね、会うんですね、え、それは合うのはまあね、まあまあ、そうそうそう、まあまあ、あの運命の糸で繋がれてるじゃないですけどね、まあそういうあれがあるんですよね。何、あははって、いや、すごい笑ったね今。今笑ったね、すごい。そう、でもまあね、あのオーチとダンサーズは私よりも前にね、あの赤い糸でも熱こうつ、まあ、ね、まあ、草連が繋がってますからね。まあ、なんかあなた以前オンエアで言ってましたね、養子縁組だとか。あれ何だったんだろう、何だったの、何だろうね。はい、ということで、うん、はい、名古屋は営業連絡事項、それで OK ですか、はい、はい、大丈夫です、ね、はい、ということで、はい、お知らせでした、はい、はい、はい、キウナ名古屋。山中さんがね、うん、滑りゼリス、あ、滑りゼリスは書いてない、うん、ゼリスの山中さんですが、うんうん、はい、こんばん名古屋、名古屋、名古屋、確定申告時期になると鼻血が出るくらい甘いものが食べたくなる時あります。あ、頭の糖分不十分、滑ったか、うん、まあ、まあ滑りたかったらまあいつもですけどね。いや、もう全然普通でございますよ。いや、でも山中さん確定申告の時期めちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。うん、まあそうだね。恐ろしいですね。うん、そりゃね、糖分いっぱい補給しないとですね。うん、ね、あのシュプリームさんがね、自分に甘い政治家が羨ましいと思う今日この頃。だよね。なるほどね。だよね。で、カンポーイさんがね、はい、泡盛ボンボンもあるよって。ああ、うん。うんうん。ね。これ捕まりそうだよね。本当に食べ食べすぎてね、青森ボンボン食べてね、車運転するとね。片やあの FMJG 新一さんが、今年の確定申告は頭が痛いです。あら、あら、あ、ね、うん、こんな時はね、あの、はい、山中さんに依頼するといいんじゃないかなと思いますけどね。うん、はい、はい、ね、ベスタックスでございますね。はい、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 メールどうぞ、うん、ではメールご紹介しますね、はい、はい、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り用リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、シュープリームさんからですね、はい、ありがとうございます。明日の仕事終わりから草津温泉&撮影旅行に行くのに、忙しすぎて何の準備もできていなくて焦りつつ、あまりの疲れに寝落ちの予感しかありません。あら、お忙しいですね。テーマ甘い、可愛い女子には甘いですよ。やば、みんなそうでしょうね。可愛い、いは才能ですから、甘やかして、あ、甘やかしまくりです。ああ、人妻になってしまいましたが、お嬢には腸がつくほど大甘でした。ということは奥さんに大甘ってことだったんだね、うん、そして、明日から
モデルかというほど可愛い中国からのインターンの女子大生に甘い声で頼まれ、仕方なく撮影に行くことになっています。あらまあ、あらまあ、甘やかしてる。あらまあ、あらまあ、これ、はい、ね、ところで王子もあれでしょ、夜のお店のお姉さんに甘い猫なで声で一軒家を買ってと言われればニコニコ現金払いで戸建ての家を買ったりしちゃうんでしょ。あのね、シルビングさん、それ違いますね。あの逆に王子はですね、そういうお金持ち の、 あのお姉さん の、 この高級マンションに、ね、入れてねっていう感じで、ね、うん、逆です、逆パターンですよ。王子、うん、滑ってます。王子、ね、滑ってます。え、はい、あ、メールいいですか、はい、じゃあ、はい、いきます。あれ、大丈夫ですよね。はい、はい、ジェニガタケーブさんからです、はい、甘いですが若い頃と違い、今の私は甘い食べ物より辛いものや苦味のある食べ物が好きです。特にコーヒーの中で缶コーヒーはブラックか極度の甘さ控えめのコーヒーを飲みます。で、アメリカの州が商品名になっているオリジナルコーヒーは砂糖を入れすぎているためか甘いを通り越してはっきり言って飲めないってまあまあお好みですからね。お三方さんにとって食べ物や飲み物は甘党ですか、それとも辛党ですかと書いてありますけれども、王子は辛党です。はい、そうでございます。そしてダンサーズは甘辛両方いけます。両方です味噌煮込みは甘党です。ああ、そういえばみんないろいろ違うね、うん、はい、ということです。ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋で沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。甘いもの好きっす。ジュースも好きですし、炭酸系も、お菓子でいうとチョコとクッキーとかも好きです。飲み物ならカフェオレ、コーラなどかな、ということでございます。ああ、結構甘いのがいいんですね、やっぱり ね、 ね、うん、カフェオレでもその砂糖入れなかったら結構いいんですけど、お家の場合はね、それにたくさん、ね、砂糖入れちゃうとちょっとね飲みづらくなっちゃいますね。砂糖なしのカフェオレなら、うん、大丈夫です。はい、うん、それならね、あのなんかスターバックス、はい、でもなんかありましたんで、それ飲んだことありますね、うん、あの基本的にはあのブラックが多いんですけど、そうですね、王子ブラックが多いかな、うん、あのキャラメルマキアートとかああいったのはちょっと苦手なんですか。そうですね、もう、うん、なかなか選ばないですね、うんうん、なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。私はどちらかというと、うん、キャラメルマキアートです。あ、そうです。はい、はい、岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。甘いといえば私が通っていた那覇の A 自動車学校は甘い自動車学校で有名らしいです。私も友人に聞いてその自動車学校に行ったのですが、仮面も本面も一発合格でした、うん、周りにはやっぱり A 自動車学校だからだよと言われましたが、本面は免許センターだったかな、そこで試験を受けるので A 自動車学校だからではないのではと未だに思ってますっていうことです。あ、でもありますね、名古屋でもちょっと甘めのね、うん、採点の自動車学校と厳しめのところとかいろいろ噂ありましたよね。そうだね、うん、ね、そうそう、うん、ね、だからまあちゃんとね、免許取れてね、車乗れてればあの大丈夫でございますよ。そうですね。ね、はい、はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそさん、え、2024マスクちゃん。もう2024っていうのは、まあ、今年だからかな。そうそうそう、リスナーの皆さんこんばんは、埼玉のゴーです。かける、はい、行きましょうか、はい、埼玉のゴーです。シュッパー、お、決まった、いいね、はい、うん、テーマ甘い、お酒継ぎですが、甘いもの好きな、埼玉、読谷中ワイフはお酒飲みながらの甘いものは無理って言ってます。皆さんはどうですか。ブランデーに甘いものチョコとか合いますよね。読谷中ワイフはありえんって眉間にシワを寄せています、うん、はあ、ところがちょっとこうお酒飲むときは甘いのはちょっとダメだなっていうことなんでしょうね、うん、甘いものと合うお酒ありますけどね、うん、そう、ブランデーとかね、やっぱりウイスキーと か、うんとか、うんうん、あのポッキーとかね、うん、あの出てくる、うん、チョコ合いますよね、うん、チョコも、うん、あの出てきますんで、うん、あ、泡盛り、はい、うん、島ですね、
サーターンタギー。そうなんですよ。これね、リスナー仲間の方に教えていただいたんですけれども、うん、はいはい、そうなんです、泡盛にサーターアンダギーって合うんですよ。めちゃくちゃ合うんですよ、うん、びっくりするぐらい合うんですよ、ね、うん、なんかね、嘘って思ったんですけど、ね、スナックで出てきて、はい、これ本当に合うのって言って騙されたと思って食べてごらんって言ったら本当に合いました。めちゃくちゃ合いました、ね、はい、埼玉の郷さんが泡盛にビターチョコ合いますよって、うん、あ、ビターチョコいいですね。あ、でカープボーイさんもね、クースにも甘いものつまみに食べたら美味しいよ、チョコレートとかでも普通の泡盛はあんまり甘いものとは合わないって。あ、そうなんですね、クースね、あ、だからあれですよね、ウイスキーとかブランデーにチョコが合う感覚ですよね、やっぱり。わかります。私はやっぱりね、ウイスキーうん、とチョコレート合うなと思います、うんうん、そうですね、これお店なんかでも出てきますもんね、そういう甘いもの系が、ね、ちゃんとやっぱり考えてますよね。まだね、よく夜の店でね、ウイスキーとポッキーが出てきたと思うんですけど、そう、出てきたね、昔ですね、はいはい、うん、もう最近ね、その洋酒っていうものをね、まあ、うちでもあまり飲まないですので、はい、もう本当に若い時、まあ、それこそさっきね、あれですけど、その甘いものっていうと、そのなんていうのかな、そのもうかっこつけじゃないけど、ちょっとそういう洋酒系をね、はい、たくさんいただいてる時は、ジンさんがウイスキーとチョコレート、ラムとコーラ、泡盛と黒糖が好きです。あ、泡盛と黒糖ね、いいですね、うんうんうん、ビターチョコ今度試してみますって。あ、で埼玉の郷さん、暖流をいただくときはチョコを食べますねって、うん、あ、そうか、泡盛の銘柄でもあるかな、うん、でもカンポイさんポッキーゲーム笑いって書いてあるけど、うん、ポッキーゲームってあれそこのお姉さんとね、なんかあれだね、そっちか、うん、それなかなかいいパターンですね、なかなか、はい、吸い付かないっていうね。実際やったんですか？ないですね、王子は。ないですか？うん、王子ないですね。ポッキーゲーム、うん、ポッキーゲームなんかただやり方を知らないもん、そのゲームのね、うん、うん、じゃんけんして負けたらとかねぐらいのことなら多分分かると思うんですけど、うん、ポッキーゲーム そのゲーム自体が分からないですね、うん、あーとか言っちゃった。ね、山中さんが新地さんに言ってるんですけどね、そうですよね、今年からインボイスも絡みますしって、うん、そんな時は甘いもの必須ですねってやっぱり甘いものですか、うん、でもね、もう私は甘いと思うんですけど、この男トーク甘いなと思いますよね。いいでしょ。いやでもやっぱりね、今日はね、ナシロさんがやっぱりね、うん、最高でしたね。爪が甘いって爪が甘いって最後言われましたね、うんうん、いやでもなかなかそれ以上引くとね、ゲストの方に申し訳ないなと思って、我々の言いたいことを代弁していただいたなっていう ね、 ね、はい、はい、まあ、王子のトークはですね、うん、爪がね、あってもね、うん、なくてもね、うん、通り抜けていきますので、うん、大丈夫でございますよ。通り抜けるって何？うん、もう自然のね、うん、トークの中でいきますので、うんうん、もうね、王子がね、よく言うのはね、うん、爪が甘かったのか良かったのかもね、うん、自分で分かってないっていうね。ああ、うん、だからどこが爪が甘いのか、ね、よく王子が滑ってるよって言われるので、うん、どこが爪が甘いのか教えてほしいもん。あ、自分のトークが理解できてないんだね、うん、あ、理解できてない、あ、そうだろうね、うん、結構そのね、その場当たり的にね、その場当たり的に、その時思ったことをね、うん、お話しますので、スッカスカやね、うん、あ、スッカスカ、うん、あ、でも一応ね、考えてれば考えてんだけどね。そういえばカーボーイさんがスターバックスのホワイトモカっていうのが死ぬほど甘くてびっくりしたって感じ。甘いのかな、ホワイトモカ甘いんですね。モカってもっと苦いイメージだったのにって。なんかスターバックスよくホイップ、うん、あれ多くなんか乗ってますよね。ね、なんかこめかみがね、痛くなるぐらい甘いやつもありますね。あ、なんかね、あそこのやつ見ると、あれ沖縄大好きさんがポッキーゲームと聞いて、うん、鼻血案件、あ、熱が上昇しちゃうって、大丈夫かな、大丈夫かな、もしかして沖縄大好きさん今熱があるのかな、体調不良、大丈夫かしら、あら、はい、ということで、はい、エンディングです。はい、
い、来週のテーマはフリー。来週はテーマは設けませんので、ご自由にメッセージを寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ノーアルタカは爪が甘いってタカボさんがうまいまとめてくれてます。うまいこと言ったね。はい、はい、閉店ガラガラ。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。この後23時10分頃から杞憂名古屋のアカウントで収録します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、それではまた後ほど。はい、後ほどね。